ちょっと待ってください。皆さんもよく知っている有名なセリフがありますよね。ここから先には進めない。今回初めてホビット村のバックショットローにある有名なホビットの家の扉の向こう側に入ることができます。私たちはそれを見に行ってみましょう。今私たちはトゥート家の居間に座っています。これがホビットの家の内部です。これまでのホビット村は外観だけでした。ホビットの映画の撮影が終わった後のままでした。でも今私たちの周りにあるように内部の映画セットを作りました。素晴らしいセットを作った才能あるクルーの多くは指輪物語とホビットの映画で働いていた人たちです。彼らと再会できてとても嬉しいです。彼らは中津国を次のレベルに引き上げてくれました。ホビットの家にある家具の多くはオーダーメイドです。中にはアンティークショップで買ったものもあります。それらには古びさせたり彫刻をつけたりして改造しました。でも例えばこのテーブルはオーダーメイドです。彫刻を入れたりデザインを自由にできます。ホビットのショップというのはないので、たくさんのものを自分たちで作らなければなりませんでした。観光ツアーでは2つのホビットの家のうちの1つに入ることができます。それらは非常に似た平行体験になるように設定されています。私たちは1つのホビットの家の中に大勢の人を入れたくありませんでした。なぜならそれはホビットのために作られたもので、少し小さく作られていますから。私たちはお客様に十分なスペースを確保して探検したり、ホビットの暮らしについてもっと詳しく知ることができるようにしたかったのです。ファンの方々が来られたら期待以上のものを得られるといいなと思っています。ホビットの家の中には私がとても気に入っている場所がたくさんあります。まずは建築、そこから始まると思います。梁や柱、天井、床の仕上げなどを見るとすごいと思います。そしてテーブルや椅子、家具などを見ていきます。でも私にとっては建築が一番です。ホビットの家の中で一番好きなところは食料庫です。食料庫はホビットの方をふっくらとさせるものでいっぱいです。ホビットは食べ物が大好きで、食べていない時は次の食事を計画しています。食料庫に入るとその感じがよくわかります。バックショットローのオープニングは、人々が初めて本物のホビットの家の扉の向こう側に入ることができるということで、とても素晴らしいことです。私は、それに関わることができてとても感激しています。12月1日にお客様をお迎えするのを楽しみにしています。